菅改造内閣におきまして、総理より国土交通大臣、並びに内閣府特命担当大臣、拝命いたしました衆議院議員の馬淵でございます。昨年の9月の18日、政権交代後のその政権で、政務三役として、前原大臣の下、改革に取り組んでまいりました。公共事業の削減、そして新たな成長戦略の実現、さらには、あるべき社会資本整備のあり方、さまざまな施策の取り組みは、この1年間、政務三役が一体となって進めてきたものであります。私がこの度大臣を拝命し、今後、皆様方にお伝えをしていかねばならないのは、この国土交通省の改革の実行、継続であり、さらにはそのドライブ、より推進させていくということであり、そして3つ目には、こうした施策の体系を一体的に整理をしていくということであります。今後は一つ一つの施策、例えば社会資本整備であれば、道路、河川、あるいは港湾、空港といったさまざまな今日におけるその事業項目ございます。一つ一つ課題の解決に取り組んでまいりましたが、これらの体系を整理をしていくということが必要だと思っております。また、今後の少子高齢化の中での新たな交通政策として、交通基本法、いわゆる総合交通体系をしっかりと構築していくというこの施策についても、これも改めてその体系をしっかりと整理をして、現行の交通体系の中での在り方というものをご提示をしていかねばならないと思っております。さらには成長のエンジンとなるべく観光産業、また水等と海外にも移転できるプロジェクトをはじめ、私ども国土交通省が経済官庁としてのその一役をしっかりと国民の皆様方にお示しすべく、できるだけ短期間でその成果をご提示をしていくように、しっかりと頑張ってまいりたいというふうに思っております。私の方からは、まずはその所信として皆様方にお伝えをさせていただきました。ご質問どうぞ。はい、高速道路の料金の見直しについてですが、はい、与党の中からも反発の声があり、関連法案の国会の審議は金上げの状況になっております。今後調整局面というのが必要だと思うんですが、調整どのように進められていかれるでしょうか。はい、これは私がですね、担務として副大臣時代に取り組んでおったものです。結果的には国会でのご審議をいただけないという状況で止まっておりましたが、今後、この菅二次内閣においてですね、改めて国会対策、また与野党の協議という場も生まれるというふうに思っております。今後は国会、なるいは私どもが提案していく内容の検討も含めてですね、これは連携をしながら、この高速道路の料金並びに、新たなネットワークの整備の在り方というものについて、これを提示してまいりたいというふうに思っております。はい、戦国官房長官がですね、はい、組閣名簿発表の会見で、馬淵さんが今回の組閣人事の目玉だというふうに言ってたんですけど、ご自身は何が目玉だったんですか。俗に言われるのは、当選回数が3期ということでの、その、当選回数の数ということがあるのかもしれませんが、私は総理やあるいは官房長官からもお話しいただいたときに、しっかりとメッセージを発信していただきたいと、次世代につなぐ新たなその一歩を踏み出す中で、まあ私が当選3回ということでありますから、その若い世代の代表としてメッセージをしっかり出せという、こういったご意向をいただいたというふうに私自身は思っております。目玉かどうかであるかは、それこそ結果をしっかりと出して、それを最終的には国民の皆さん方にご評価いただけるものだというふうに思っています。はい。はい。お名前お願いします。はい。これはですね、大臣が就任直後に表明をされた後、政務三役でも再度、こうしたダムの問題については、できるだけダムによらない治水のあり方というものをしっかりと検討し、皆様方にご提示をしていこうということで、再検証ということを今、進めております。この有識者会議の中間報告もいただいて、これらの検討結果を踏まえながら、中止の方向を持ちながらも、予断なく検証という、この方向については、方針については変わらないものというふうに私は考えております。
大臣、すみません、あの朝日新聞の山口ですが、はい、あの党内を2つに分けたですね、代表選の直後のタイミングでの閣僚の抜擢、閣僚としての抜擢という言えると思うんですけれども、これからその若手の声を代表する立場としてですね、民主党政権が抱える問題を今どのようにお感じになられていて、これから閣僚の一人もしくは若手の代表の一人としてですね、どのようにその政権と関わっていきたいとお考えか、お聞かせください。はい、あのこれは私はですね、別に代表選ということに問わず、常々に透明性、客観性、公正さを持って開かれた議論を行い、さらには非利益誘導型の行政というものをしっかりと提示していきたい、このように考えてきました。こうした政治信念、あるいは私の活動そのものを、これをご覧いただいていたというふうに思っておりますし、今後もですね、私自身は派閥やグループというものに属さずに、いわゆる党内においても、さまざまな議員の皆さんと連携をしながら、政策実現ということを図ってまいりましたので、そういった姿勢をですね、私自身は今回、こうして大臣に選んでいただいたということで、政策実現の中で、しっかりとご提示をしてまいりたいというふうに思っております。大臣、岸田担当大臣として、総理からどのような指示があったかということと、まあ、基地問題も含めて、どういうふうに大臣としては取り組んでいくお考えでしょうか。はい、あの総理からはですね、先ほど、小畑大臣もお示しありましたが、私にも総理からですね、示された項目、9項目ございまして、その中では、基地問題による沖縄県民の負担の軽減を常に念頭に置きながら、沖縄の魅力や特性を最大限に生かし、沖縄の自立と発展を支援すると、このように指示をいただいております。この方針に基づいて、今まで以上にしっかりと沖縄振興策にも取り組ませていただきたいというふうに思っております。最後でお願いします。はい、はい、はい、あの沖縄県民の皆さん方の、その思いというものをですね、私自身も直接しっかりと、お話を受け止めていきたいというふうに思っておりますし、それにおきましては、沖縄、これは沖縄だけではございません、私は沖縄および北方対策ということでございますので、その内閣府の特命担当大臣としては、当然ながら、できるだけ早期に、まずは、現地にも行って、さまざまな視察もさせていただきたいというふうに思っております。はい、で以上で馬淵大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。